ヤン・クメリックは、チェコのバイオリニスト、作曲家。英語読みで、ジャン・キューベリックとも表記される。現在は、プラハ市の一部となったミフレの出身。プラハ音楽院でおルシェフ・チークに指示した。少年時代は1日の半分を練習に使い、あるいは自分の指から血が滲むまで練習したという。1898年以降は、ソリストとして演奏旅行に出て、 まもなく、超絶技巧と完全無欠のピッチによって有名になる。有名な兄弟弟子にヤロスラフコチアンがいる。コチアンは、録音を機械式吹き込み法時代、コロンビアフォノグラフに、レコード片面3枚のみの録音したのとは、対照的に、クベリークは、グラモフォンビクター系、オデオンフォノティピア系に、多くのレコードの録音を行い、作曲作品も多く残して、 作品には6つのバイオリン競争曲等がある。生涯現役のバイオリニストであり続けたが、1920年代から同じサラサーテの作品の演奏が得意なヤッシャハイフェッツの大活躍によって、クベリークの活動は幾分か済んでしまった。クベリークの演奏は、技術的な意味においては性格無比であったが、いわば情感の深みに欠けるとして、しばしば批判された。プラハにて高い。 指揮者の子ラファエル・クーベリックは息子である。詩人のカール・サンドバーグは自作の詩の中でクーベリックを読んでいる。バイオリニストのジャック・ティボーはクーベリックについて才能があったにもかかわらず、シェフ・チークの機械的な教育の犠牲となったバイオリニストだと述べている。マーテンス、15ページ。ありがとうございます。